ちっ、なんて暑さだ。今は冬だぜ、マリ。今そこでやられたって聞いたんで、地下の霊安室を探しちまいましたや。全よ。うん、2枚です。おかげで、休暇もパーですがね。待てよ。聞けばお前さん、ソロモンの悪夢と戦ったそうじゃねえか。よし、決まりだな。ニナさんの目の前で、グーの音も出ないほどにひねりつぶしてやる。恩師や注意だ。敵兵らしいものが見えた。ちょいと見てくる。ガンダムを連れてくぜ。あったお前が、わざわざウラキを教育してやったのによ。そうかい。士官学校でのエリート坊ちゃんは手を引いてもらわなきゃ帰っても来れないのかい。あ、いや、ニナさん、あの時は酒を飲みすぎちまった。今度勝負すりゃあんなヘマはしません。嫌い。ニナさん、そんな、いやな。こら、逃げるのか、ウラキ。待て、もう一度勝負だ。チキショー。分かってるらい、わざわざ言うなよ。くそ、出撃待ちか。ジオンの奴らどこに隠れてやがるんだ。了解。はい、ってことは、もしやウラキとキースを連れて行け。観光旅行じゃないんですぜ。これは命令だ。チッ、二人も小便小僧いらねえよ。はっ、ジョークのつもりかい。おお、ニーナさん、あった、サブカメラはっと。おほー、ニーナ、足元にはご用心。あ、何よ。射出しろ。どこだ、宇宙人め、たっぷり可愛がってやるぜ。すまんな、教養がなくて。あ、ウラキ、俺はしつこいのが信条だ。一回ぐらい俺をやり込めたからって図に乗るんじゃねえぞ。ほれほれ、待ちくたびれたってすねてるぜ。二人ともぶっ殺せ。注意、こんな状況では当たりっこありませんよ。ウラキ少尉、こいつは命令だ。分かってんだろうな。それ見ろ、敵は岸まで案内してくれるとよ。逃がすかよ、スペースロイド。散々待ちぼうけを食わせたくせに。感度あり、左です。何、チェックショー払ってか。あんだ、敵の用途に引っかかった。本当の騎士はダイヤモンド鉱山跡だ。なんだそりゃ。うぎょっと、聞いた風なことを抜かせない。ぐー、交代だ。死ぬか。いよいよか。あっちでもこっちでもボカスカやりやがって。ウラキ、こうなったら貴様が突破口を開け。ウラキの機体はガンダムだ。この中で一番優れている。ウラキ、俺との勝負は伊達じゃなかったんだろう。どうした、こっちは腰が抜けたか。ならば今すぐ降りろ、俺が代わってやる。それとも降伏してそのガンダムをガトに渡してしまうか。ふん、案外やるじゃねえか。青臭い新米将尉にしちゃうよ。よし、アルビオンの宮に向かう。ついてこい、ウラキ将尉。わかったか、これがハウンの呼吸ってやつよ。ちょい、ん、おどうした、好きだらけだぞ。宇宙じゃ360度気を配るって言ってんだろ。どこが、頭でわかってるだけだろうが。体で感じんだ、体で。コンピューター表示ばっかり点々と死ぬぞ。無茶しないでください。不審なもんが、あれ味方の勘だ。それともゾウにでも見間違えたか。いやー、ニナさん、こんなところにいたの。いやー、最近ご無沙汰してて失礼。ヘタッピーの訓練が忙しくてね。お仲間は、あとの二人は待機命令中でね。なんせ臨戦態勢ですから。え、お仕事充実していて何よりですわね。それでお忙しい方が何のご用かしら。月に着いたら1号機をフルチューンするんだろ。そしたら俺がパイロットをやってやろうと思ってね。お言葉ですが、注意。うるせえ。
一度ぐらいの勝負で勝ったからってしつけえぞ。データを取らなきゃならないんだろ。半人前のやつに扱わせて壊されてもしたら責任問題だぜ。遠征にも出ねえやつが偉そうなこと言うない。月に行ったらデートしようね。それとこれは話が違います。ニーナさんは不安だってさ。あなたには聞いていません。なんだとこの野郎。答え3だしな。一気忘れてませんか。キースのやつは計算外だ。キース発進急げ。秘密を信じ戦いの豪華に焼かれていった者たちのことをまとわりつくのかい。逃がすかよ。そして今またあえてその火中に飛び入らんとする若者のこと。いい加減に打ち上がれ。新手か。よし、そっちにはキース切れた。無理や。どうした？途中で逃げんのかよ。オーナーも一夜、こっちも引き上げだ。なんともまあ派手に壊したもんだな。アナハイムの連中涙流して喜ぶだろうぜ。やつのおかげってか。うん？き、陰気な野郎だ。何？本当かい。皆さんデートしような。シャバの空気はうまい。これでニナさんがいりゃ最高なんだけどな。バカ野郎、ニナさんは仕事だよ仕事。そこで登場したのが連邦のエース、このモンシャ様よ。そうや、デラズフリートの奴らをばちぎっては投げちぎっては投げ。ガンダム？ガンダムは壊れちまったよ。ヒロコパイロットが乗ってたからな。おい、俺らアキ、アナハイムもいい迷惑だよな。徹夜で修理だぜ。のんきに酒なんか飲んでる場合じゃありますか。それとも壊れちまったガンダムを見るのはさすがに辛いか。え、どうなんだい、ショーイ。おい、こう、こう。邪魔ねえな。へっ、のんきなもんだ。関越機関がお供も連れずに。気持ちよくなってくい。見ての通りよ、デラーズフリートの話をたっぷり聞かせてもらおうと思ってな。条約違反だってか。綺麗事で済まねえことぐらい分かってんだろ。お互いにな。わざわざ用意どんで仕掛けてくる敵がいるかい。こっからで間に合うのか。少佐、お知らせにしやちょいと無粋だぜ。ガンダムに出会ってからな、ウイスボンだ。